浅野温子さんといえば、浅野ゆう子さんと共に、W 浅野として一世を風靡した女優ですが、若い頃も年齢を重ねた現在も可愛い、美人と評判です。その浅野温子さんの結婚、夫やアナウンサーの息子さんなど家族について、年齢や身長、高校や経歴などウィキプロフィールと共に調べてみました。浅野温子さんのプロフィール。名前、浅野温子。本名、大角温子。旧姓浅野。出身地、東京都大田区蒲田。生年月日、1961年3月4日。年齢、58歳、執筆時。身長、163センチメートル。血液型、A 型。学歴、東京都立上野高等学校卒業。職業、女優、所属事務所、陸島企画室。浅野温子さんの経歴、若い頃。浅野温子さんは1961年に、東京都大田区蒲田の蕎麦屋の娘として生まれました。兄が一人います。15歳の時、山口百恵さん主演のエデンの海76年公開で山口百恵さんのクラスメイト役として映画デビューを果たします。成人してからのイメージとは違い、ふっくらしていますね。とても初々しくて可愛いですね。78年には自主制作映画のリメイクである日活映画、高校大パニックに出演。以後、いくつかのドラマ、映画出演を経て、81年公開の角川映画、スローなブギにしてくれ、で映画初主演を果たします。続いて出演した、狙われた学園、化石の荒野、汚れた英雄、いずれも81から82年公開の角川映画、も好評を博し、注目を集めます。さらに陽気楼、83年公開、での公演により、日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を受賞。早くも演技派女優としての名声を確立します。以後、80年代後半から、危ない刑事、シリーズ、パパはニュースキャスターにレギュラー出演し、88年のトレンディードラマ、抱きしめたい、では浅野ゆう子さんとダブル主演。二人のヒロインは、W 浅野として絶大な人気を博しました。さらに1991年の月9ドラマ、101回目のプロポーズ、では武田鉄矢さんと W 主演。武田鉄矢さんの、僕は死にましぇんはあまりにも有名ですね。同年の流行語大賞にも選ばれています。このドラマは平均視聴率 23.6%、 最高視聴率 36.7%、 最終回を記録。また、チャゲアスカによる主題歌、Say Yes がオリコンシングルチャート13週連続1位、累計売上200万枚以上、300万枚以上とも言われる、という驚異的な売上を記録するなど、同作品は社会現象を巻き起こしました。以後もドラマを中心に、映画、舞台、CM、バラエティ番組に多数出演。近年の出演番組としては、16年公開の映画、さらば危ない刑事、での久々の、真山かおる。役での出演が話題になったほか。舘ひろしさんについて、大岡越前三代には、16年、男と女のミステリー時代劇第2話、16年。リテイク時をかける思い、年、この世にたやすい仕事はない、17年。さすらい所長風間翔平13、17年、警視庁生き物係、17年。などのドラマ、五木ひろし納涼特別公演、お化け長屋、16年。命ボンバイエ、16年、雲の向こう、約束の場所、18年。などの舞台があります。次ページ、浅野温子さんの現在がいない、結婚、旦那の大角勉さんがすごい人。
認知症って、息子は NHK アナウンサー。浅野敦子さんの現在は、古事記、読み語りとは、また、近年は日本神話に傾倒し、日本最古の歴史書であり神話の書である、古事記を題材にした語り舞台、日本神話への誘いを2003年より継続。古事記における神話や日本各地の伝承、民話、伝説などを題材にした、読み語りの活動を全国各地で展開。この、読み語りというのは、単に古事記やその他の文献をそのまま現代語で読み聞かせるというものではないみたいですね。そういった古くから伝わる文献や伝承を題材にして新たに物語として脚色し、その物語の様々な人物を浅野敦子さんが一人で演じていくという、一人舞台劇の体裁を取るようです。舞台も、公民館や大学、文化会館などのほか、神社や能楽堂など、神話にまつわる史跡などを中心に催されているみたいですね。古事記、日本書紀など日本の神話、歴史、文化の研究や普及活動で知られる國學院大學の客員教授もなさっており、同大学でもこの、読み語りを何度も催しています。古事記をはじめとする神話や歴史などに、相当に造詣が深いようですね。近年の浅野敦子さんは、80年代や90年代に比べるとややドラマや映画などでの露出を抑えている傾向があるようですが、そちらの方に傾倒していたのですね。他には、2009年に健康、ダイエット食品や化粧品を製造、販売する株式会社ソノコの執行役員に就任するなど、女優の枠にとらわれない、多彩な活動を続けています。浅野敦子さんの結婚、旦那は魚住努さん。浅野敦子さんは1983年に作詞家、コピーライターの魚住努、魚住弁さんと結婚しています。魚住努さんは1947年生まれで、浅野敦子さんの14歳年上です。馴れ初めについては詳細は不明ですが、コピーライターをなさっていたことから、仕事を通じて知り合ったものと思われます。魚住努さんは熊本県出身で、熊本県立熊本高等学校卒業後、慶応義塾大学経済学部を卒業。大学卒業後、日本デザインセンターやサンアドなどの広告会社に勤務し、コピーライターとして活躍。伊勢丹、丸井、小学館、ファルコ、サントリー、キリンビール、高橋酒造などの CM ポスターのコピーを担当していたのだとか。相当に優秀なコピーライターだったみたいですね。実際、糸井重里さんや中畑隆さん、土屋光一さんなどの当代一流のコピーライターたちと並び称せられる存在だったようです。1976年に独立し、以後は作詞家としてもその才能を発揮し、男と女のラブゲーム。アンパンマン体操、もっと強く抱きしめたなら、など、数多くの有名曲、ヒット曲を制作。他にも、浅香唯さん、キスオブファイア、近藤真彦さん、レーン。坂井のり子さん、ミーハー。橋幸夫さん、さよならの単語。森進一さん、愛しい人よ。山瀬まみさん、星空のエトランゼ。ゆきさおりさん、引き潮、など、数多くの一流アーティストに楽曲を提供。続きます、魚住努さんの認知症の噂。息子は NHK アナウンサー。浅野敦子さんの夫、魚住努さんが認知症。なお、近年の魚住努さんについて、なぜか、認知症で検索されているみたいですが、そのような事実は確認できませんでした。浅野敦子の相方である浅野ゆう子さんのかつての事実婚の相手である俳優、田宮五郎さんと混同しているのかもしれません。
タミヤ五郎さん。タミヤ五郎さんはくも膜下出血により倒れ、以後は浅野ゆう子さんの介護を常に必要とする状態にあったと言われています。その後、2014年にタミヤ五郎さんは47歳の若さで逝去。浅野ゆう子さんは2017年の年末に一般男性と結婚しています。浅野敦子さんが祝福のコメントをしたことも話題になりました。浅野ゆう子さんについて。浅野敦子さんの息子は大住優アナウンサー。浅野敦子さんと大住つとむさんの息子さんは大住優 NHK アナウンサーです。父親によく似ていますね。とても爽やかな好青年といった雰囲気です。大住優さんは1984年生まれ、芸能人御用達の学校として知られる和光幼稚園からエスカレーター式に高校までを卒業後、慶応義塾大学に進学。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社を経て、2008年に NHK に入局。初任地は岡山放送局で、以後盛岡放送局を経て2016年から放送センター、渋谷の本部にて、ニュース支部5時、朝一、リポーターほか、ニュース全般を担当。私生活では、2017年9月に一般女性と結婚しています。以上、浅野敦子さんについてでした。